はい、3月30日になりました。やっとね、髪の毛が染めに行きましたんで、帽子を取っての相場解説になります。今日から改めてよろしくお願いします。はい。で、ロシアのウクライナ侵略から、ずっとファンダメンタルが強くって、それが抜けて、ずっとね、今度はトレンドが始まりましたんで、トレンドに乗った形で、ターゲットである125円、こちらの方を目指していきました。125円に達した瞬間に、やっぱりね、決済がだいぶ進みまして、大きな比喩を出して今、下落傾向にあると思います。さあ、ここからどのように値動きを出していくのか、それを今後解説していきます。かなり重要な回になります。それではこちらをどうぞ。はい。125円に向かうきっかけになったのが、こちらでしたね。この線はなんで引いたかというと、こことここの力点2つを超えられるかどうかっていうところだったんですよ。まあ他の時間軸を見ると、随分右肩上がりだったんで、時間の問題かなと。まあここで超えれば一番スタンダードだなと思ったところ、ここを超えて突き抜けていきましたんで、120円まで行くよと。125円を突破したら125円まで行くよという形が成り立ったわけなんですけども、125円に達した瞬間に多くの決済を呼びましたね。私と同じように、ここで仕込んだ人、もしくは120円で気づいて仕込んだ人、この2つの勢力に分かれるわけですけども、この2つの、まあ勢力ですね。言ってみれば、巨大な金額が、特定の口座の巨大な金額が、ここで決済されることによって大きなヒゲを出したと言います。で、そのヒゲの陽線が確定してですね、次の陰線が上下にヒゲを出してますよね。これも未確定のヒゲなんですけども、おそらくこのまま上下の長いヒゲで実体を短くして、確定するでしょう。となると、今度は一点迷った状態に入るわけなんですよ。これを前提に4時間を見ていきましょう。迷った状態で今、陰線に入ってますけども、その陰線の正体ってのが、これですね。この間にあるやつです。で、抵抗勢力がここにあります。この辺りに入ってくると強烈な売りが待ってますんで、おそらくこの四角いところですね、このゾーンに入ったものは下に叩き落とされるばかりでしょう。そればかりか、今はね、少し値を上げたら大きな陰線が出て下に下げられてってことが繰り返されていって、このチャンネルラインが作られてるんですよ。まあ、その中でも一番直近なのが、下に大きなヒゲを出してますから、もしかしたらこの動き止まるかなというところでございますけども、止まる根拠としての力点はやっぱりここにあるわけですよね。ここは何だったか覚えてます？1時間足で言うと、まさに、あの形ですよ。こういう形ができたところなんですよ。普段だったらこれは下に行くんですけども、全体的な相場が右肩上がりなんで、これは押し目になりますよと言ったやつです。通常でしたらこういう風な形で、帰っていって、時にね、エリオット波動を描くところを、こういう風に進んで押し目になるよっていうところなんですけども、まさにね、今回この台形も押し目となってる可能性があります。それを表してるのがここなんですよ。はい。じゃあ1時間見ていきましょう。台形の押し目からいきますよ。この台形が、実はずっと下降を意味するものだっていう風に、普段は使うんですよ。押し目の場合はこう、とんがるはずなんですよ。ね、これ覚えましたね。ただ今回は全体の時間軸が右肩上がりなのと、プラス、これもお話しましたけども、ここに大きなヒゲが出てるのを見て、これは、押し目になるというふうに判断しました。変わり目と押し目の、この使い分けですよね。根拠は2つというふうに申し上げました。通常はこの台形は、変わり目になるんですよ。もしくはね、ダブルトップみたいなやつが変わり目になるんですよ。ダブルトップのトップじゃなくて平らになった形ですよね。平らになった形。これも変わり目になりやすいんですよ。ちなみにトリプルトップも変わり目になりますからね。でも今回はダブルトップでもトリプルトップでもなく、台形が出た後に全体の時間軸に寄与されるように、ここで再ブレイクしたわけですよね。よろしいですか？はい。じゃあ行きましょうか。で、再ブレイクした一番最初の時間軸がやっぱり大きく出るわけですよ。その後、急速に上昇して、ここで決済されましたと。たくさんのポジションがここで決済されましたね。特定の方のたくさんのポジションです。だから同じ方が儲けてるんですよ。大多数の人は儲けてません。で、ここからですね、売りの抵抗勢力の方が厚くなって、徐々に下がることになりましたというね。最近の動きですけども、跳ね返ったのはやっぱりここでしたね。跳ね返ったのは、食い止めたのはまさにここだったということでございます。
この台形のラインが生きてくるところで、122円の315というね、120円まで行きますよっていうやつと、125円まで伸びますよっていうのと、まさに符合したように中間で止まってる状態です。で、こっからなんですけども、争点は2つあります。1つは、この今、太くね、書いた122の315を割って、下に行くようなら、もう、変わり目で完成です。ずっと下がります。ね。円安時代は終わりです。でも、どうですかね、円安時代、終わりになりますかね。いや、私はね、こういう風に帰ってきて、果ては、ここを何回か揉み合うんですけども、多分、ドル円の主な値動きが、124円、125円のあたりにしばらく落ち着くんじゃないかなって気がしますよね。まあ今言えることはそんなとこですかね。本当にそうなるのかどうなのか、今後ここを見ていくことになると思います。122円の315、この周りの値動きがどういう風になるのか注目していきましょう。ということが今日の解説になります。もう十分利益を取るべき時に利益取ったと思いますので、こういうちょっとね、方向性を失っている時、もしくは第二仮説までが見える時っていうのは、できれば行かない方がいいですね。ということで今回エントリーはなし。ね、またなしになります。今日は水曜日ですよね。花見でも行きましょう。そして帰ってきて、チャートがある程度動いた時にね、今日私がさっきお示した二つの判断、このどっちに行ってるかを見て、明日からの戦略を練っていきましょう。明日の朝またお話します。それでは。